どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽を始めましょう。今回は映画で話題になった曲お届けします。はい、こちらです。ドーン、セリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On。 この曲、あの映画タイタニックでもうね、世界中に響き渡ったこのね、熱いバラードやっていきましょう。ウクレレ一本でどこまでこの広大な世界観が表現できるか、これは素晴らしいと思います。はい、この名曲ですから、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回取り上げてます。2018年だったんで、もうそうですね、かれこれもう4年ぐらい経ってるわけですね。今見るとちょっと分かりづらいんで、今回ね、2022年バージョンということで、さらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって、もりもりやっていこうと思います。いつものように2バージョンはやるんですけど、今回ね、前回ではやらなかったかっこいいバージョンでは、転調っていうキーが最後にどんどん上がるっていうのをちょっとやるんで、かっこいいバージョンはちょっと難易度上がりますけどね。はい、まあまあそういうわけで2バージョンやっていきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。入門コード4つですよ皆さん。 C と Am と F と G7、 これでできます。やっていきましょう。後半かっこいいバージョンは、かっこいいリズムを織り交ぜて、さっきも言いましたけど、最後の一番盛り上がるところで転調します。そこではちょっと難しいコードが出てきますけど、ちょっとチャレンジしてみましょう。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やりたいなってずっと思ってきたんだけど、チャンスがなくてやったことないんですという方とか、楽器に挑戦したことがあるんだけど難しくてやめちゃったんですという方がですね、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾きながら歌う弾き語りができますよというプログラムがあるんです。このガズレレプログラム、めちゃくちゃわかりやすく簡単で、その上どんどんね上達できめちゃくちゃ楽しいんですよ。もう世界中の方がガズレレで何十万人も音楽始めてますよ。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに、プログラムのリンクをここにリンク貼り付けます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるときではあっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあこのプログラムのリンクここにあります。いってらっしゃい。こっからですよ、スタート。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上ももうアップロードされております。皆さんの好きな曲あると思いますよ。はい、ちょっとこれ見てください。皆さんがやってみたいなとあるかなと思う曲名、スペースガズレレというように、 YouTube 内で検索していただくと結構な確率で出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、どんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。セリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On。 まずは初心者さん向け超簡単アレンジバージョン、フルコーラスバージョンですよ。入門コード4つでやってみます。 1,2,3。Well,
タイタニックのあの曲 My Heart Will Go On、 セリーヌ・ディオンさんの名曲シンプル簡単バージョンで奏でてみました。入門コード4つですからもう嬉しいやつです。いかがですか。コードと演奏は簡単だけどやっぱり歌、これはですね、まあ本当にもうね、1年がかりで取り組みましょう。こういう歌ですから、やっぱりこういう曲を聴くと、もうこの入門コード4つですからね。いやー、ほんとすごいですよね。はい。じっくり取り組んでいきましょう。フルコーラスですよ、このバージョン。はい。で、さっきも言ったんですけど、一番最後のサビは、本来はキーがドッと上がって盛り上がるんですけど、これ、それやるとめっちゃ難しくなるんですけど、後半のかっこいいバージョンでは転調といってそのコードを変えてやりますけど、ちょっとそこはね、ご注目ください。はい、ひとまず今のガズレレの簡単バージョンに合わせて、動画にね、歌詞とコード出てますから、合わせて練習開始ですね。1個目のゴール設定としては、ガズさんの動画と一緒に合わせてセッションできるようになったらもう1個目のゴール達成だと思います。これ英語ですからね、まあ、歌うのはやっぱ大変だと思うんですけど、はい。もし一緒にできるようになった方おめでとうございます。じゃあ次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部覚える。しかも今日英語ですからね。なかなか難しいでしょうか。最初のうちは楽譜を見て、何回も何回も練習して自分の中で落とし込んでいく感じがいいと思います。いずれは覚えちゃって、大空に向かって、大海原に向かってこれ歌うのいいかもしれません。クルーズ船に乗った時に歌ったら最高だと思うんですけどね。はい。でも楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のね、My Heart Will Go On は、ガズの手書きの、楽譜によって、こんな風に書いてこれを見ながら今演奏してみました。もうちょっとしたらこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今すごい便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の My Heart Will Go On を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックデータがあるんです。この中から皆さんが毎月5曲やってみたい、この曲憧れの曲、この曲弾いてみたいなみたいな曲を5曲お選びいただいて、ダウンロードして、ね、即座に練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版の My Heart Will Go On。セリーヌ・ディオンですね。タイタニックでもこの曲もう最高ですよ。はい。はい、イントロやって、これメロディーがね、独特のね、メロディー。ちょっとフルートみたいな音がメロディーで入ってます。それもちょっと口で再現してみました。はい。で、こんな感じで見て、入門コード4つなんですけど、ただここちょっと見てよ。ゆっくりなんでできると思う。ワンブロック4つ、FF、C、G7。こんな感じですね。C、C、G7、G7、FF、G7。このワンブロック4つですから、これ2個ずつ弾いて、これは4個だから1個ずつ弾くというのが本です。はい。これね、こうやって写しとくんで、ちょっとゆっくり書いていってください。先ほど紹介してもらったガズクラブで、この楽譜の、データ、これダウンロードしてもらうのもすごくいいと思いますよ。ガズのノートの特徴、何回も言いますけど、この上の点です。この点でリズムを測ってます。はい。Every night in my dream, I shall... ここの点でリズム、この拍が変わるところです。これ確認しておいてください。はい。じゃあ一時停止で、サビ1まで。いいですか？ほんで、この2番。2番あるじゃないですか。これ2番やったら、ここ見て、サビエって書いてあるでしょ。この2番やったらですね、またここ戻るんですよ。はい。OK？ じゃあ、2番移しておきます。これ1番とコード進行一緒ですね。歌詞が変わるだけですね。で、またここに戻ります。サビ1に戻ります。そして、ここまで行ったら、今度は、
ラストのサビに行きますね。ここです。サビの2ですね。はい。ここでちょっとご注目。下にくるっと囲ってコードが書いてあります。ここで転調するんですよ。なんで、シンプル簡単バージョンは今のこっちのサビ1と同じコード進行で行って終わったんですけど、はい。かっこいいバージョンではここでキーが変わって、コードが変わる。この変わったコードが難しいんですけどね。はい。まあこれ、ちょっと今映してもらって、これも最後のサビは歌詞が変わってきますね。はい、OK でしょうか。これ映してやってみてください。じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。はい、これはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、今のシンプル簡単バージョン。はい、出た。入門コードです。これはもう説明不要でしょ。これウクレレやりたい人が一番最初に習う、もう最初の30分で習う入門コード4つのグループです。これはもう今日はちょっと説明は省いても大丈夫だよね。ね、一応ちょっと出しとく。はい、じゃあこれ出しとくわ。はい、じゃあ C は下1本。Am は4弦、上1本。F はこことここで斜め、指は立ててね。斜め、こういうイメージ持ってよ。G7 はこことこことここでこういう三角形のイメージ。G7、F から G7 行くときはくるっとこう回転させる。こんな感じです。C、Am、F、G7。この入門コード4つ。思う存分弾きましょう、これは。ただし、英語の曲ですから。これ歌はですね、しかもこのセリーヌ・ディオンさんの歌がもうすごいこと。まあ皆さん、これ雰囲気を感じ取ってね、こうソウルフルにエモーショナルに、溜めて、歌えると気持ちがいいんですけど、まずは、聞き込むところからかな。英語の曲がいつも言ってますけど、モノマネが基本です。最初はね。だけど歌詞の内容を読み込んで、そのイメージ、映画のイメージもいいでしょう。こうね、こういうやつ、こういうイメージ。あれをこう抱いて歌うっていうのは大事ですね。雰囲気にも没頭する。モノマネからね、これがいいと思います。そのうちにね、本当にね、近づいていきますから。そんなことを踏まえまして、まあこれ簡単バージョンはいいとして、じゃあこっから、かっこいいバージョン入りましょう。かっこいいバージョンは、最後言ってる転調っていうのがあるんで、ちょっとコードがいきなりガツーン難しくなります。じゃあ見ていきましょう。見たことないコードいきます。はい、これ。C シャープマイナー。これいきます。これはね、難しいよ。4フレット。1、2、3、4フレットのところ、ちょい、こんな風に、全部押さえちゃっていいよ、もう。これ。まあ、こうやって押さえちゃって。で、4弦のここ、6フレット。わかる？ここと、これ7フレットか。じゃあ6フレットだな。はい、ここと、ここですね。こういう風です。こういうふうに指一本で押さえる制覇とかバレエとか言うんですけど、これをやるときの特徴は、まあ、ここにスペースがまず必要です。はい。で、親指と一緒にこう挟み込んで、ぐっと押さえる感じで、しかもこっちに引っ張り込む力を使いつつ、テコの原理で使いつつ、ここをちょいと押さえます。はい。薬指ですね。これ。難しいよ、これは。はい。こういうのをやる。これね、この辺のコード、後でね、もう一個この辺のコード出てきます。これが C シャープマイナー。はい。その次、B7 です。これはね、ガズレレ簡単難しいバージョンでよく出てくるコード。こことここを使ってます。こんな風ですね。はい。これはね、これだけ押さえてみると簡単なんだけど、このコード進行、例えば、今の C シャープマイナーから B7 に移るときに一回空中遊泳するんで、ここで一回ネックがガチャッと下がっちゃったりするんで、ストラップでしっかり釣ったりとか、ここのね、ここの部分でスライドさせるんですよ。こうやっていったら、こう、スルッとこう、うまいことこう、これ難しいと思うんで今日は、C シャープマイナーから B7 というコードが出てます。はい、B7 確認しておいてください。で、その次はね、A。これは簡単だと思います。A はね、A7 と Am を同時に押さえる。ここですね。こことここの2箇所。これはいいですね。で、最後の1回だけで出てくる、本当に1回しか出てこない最後のラストのコード。E です。E はね、いろいろ諸説ありなんですけど、ガズが一番おすすめする簡単な E の押さえ方は、さっき、C シャープマイナーで押さえた、この4フレットを全部こんな風に制覇して、今度ここ、1弦の7フレットを、はい、4567だ。そう。なんで、ここを押さえて、これがいいと思う。これが一番簡単だと思いますね。制覇ができれば、制覇っていうのはさっきも言ったけど、ここギュッと押さえて、ここにスペースを作って、親指で挟んで、ギュッと引っ張り込むんですよ。4フレットでやって、今度は1弦の7フレット。だから、C シャープマイナーはこう。わかる？ C シャープマイナーは4フレット全部押さえて、4弦の6フレット。E は4フレット全部押さえて、1弦の7フレット。これが、はい。この2つがちょっと難しいかな。C シャープマイナーと、最後だけ、一番最後だけ E というコード。はい。これを使ってですね、転調していきたいと思います。あともう一個の逃げ道、必殺技を紹介しましょう。4フレットさっき制覇したって言ったじゃん。で、ここを、カッポ使うと思うんですよ。そうすると、ここで Am だったら分かります？これが Am でしょ？ F だったらこうでしょ？ G7 だったらこうでしょ？はい。C だったらこうでしょ？これでも全部再現できます。分かる？
から言ってること、これを今4フレットでこうやって押さえてるの、この白い部分だと思うわけよ。そしたら Am ってここになるじゃん、 F ってここになるじゃん、 G7 ってここってことになるじゃんね、 C はここでしょ、これでも再現できます。これどっちでもいいと思うね。このずっと制覇するの大丈夫だよって人はそのやり方でもちょっとチャレンジしてみてください。これコードはねちょっとね、でこれやっぱりコードすげえ抑えづらいんで、難しかったらひとまずは、いやシンプル簡単バージョンと同じ、要は転調なしでやってみるといいと思います。で慣れてきたら、コードを変えてやってみる、その段階でやるのがいいと思いますね。ぜひぜひちょっとチャレンジしてみてください。なかなか転調するとね一気に、ね、難易度上がるんでね。はい、じゃあ出てくるリズムの紹介、今回はねちょっと迷うとこだったんですけど、この2つのリズムでやってみます。はい、アルペジオと16ビートのチャ、この2つの弾き方なんですけど、一応今映ってるリズム、ここにちょっとリンク貼ってみます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページで、それぞれの2つのこの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされております。動画でね、動画で分かりやすくなってるんで、皆さんじっくり見て練習していただきたいと思います。まずね、前半のね1番とサビ1番は全部アルペジオでこうつまびく感じでいこうと思います。アルペジオっていうのはこういう感じで、こうなんかこう、まあまさにこうなんていうかな、バラードにふさわしい弾き方かな。で、その中でも歌が紡がれていく。これ安定的に弾きながら歌うのはちょっと難しいかもしれない。弾くこと自体は簡単だと思います。で、問題はこの16ビートのチャなんですけど、今日みたいなバラードのゆったりしたやつがまた難しいんですね。どんな歌風になるかというと、こんな感じです。ドーン、パカチッ、ドーン、パカチッ。はい。ワンブロックコードが2つ入るときは、ドン、ドン、タカタカ、みたいな感じで。ワンブロックコード1個のときは、ゆったりどっしりした、この16ビートの感覚。ぜひこれ掴み取ってもらいたいんですけど、このリズムはね、なかなか難しいんで、もうね、練習はあるのみだと思うんですけど、手首を柔らかく、肘で弾いているとこの感じは出ません。本当にこうしなやかに、はい。この16ビートのね、やり方、めちゃくちゃ最近分かりやすく解説してるね、ものすごいいい動画あるんです。これ16ビートのチャのことがもうめちゃくちゃ上達する動画なんで、これもぜひ参考にしておいてください。はい。そしてこれをね、もう淡々と、もう決めも何もないんです。本当これが素晴らしい。もう最初1番と1番のサビはアルペジオでやって、2番から最後までずっと16ビートのチャで、で、最後の最後のサビではコードが変わって転調するという、こんなシンプルな構成。で、一応ですね、最後のサビの転調のところやってみましょうか。これね、何が難しいかって、普通のキーの最後のところから、キーが変わった時の、歌がね、合わない。あそこの音程にいきなり持っていくのは難しいです。ちょっとその流れやってみると、2回目に出てくるサビの最後から、その転調するサビをやってみましょうか。次のこの間奏の後ありますよ。ここからワン、ここから入りますよ。こんな感じになるんです。ここのね、歌の音程、転調するときのね、この音程、まず一発目にね、ピシッと合わせるのは、もう、至難の技ですね。で、しかも、押さえずれから、もう、コードが。押さえずれんです。だからこれもう慣れですね。ゆっくりになってもいいと思いますよ。テンポゆっくりでもね。この転調のところはね、やっぱりガズさんもこれちょっと抑えるのすごい難しいんですよ。はい、そんな感じでね、この今回のかっこいいバージョン、転調ありのバージョンなんで、さらに難易度が上がってますけど、この16ビートのどっしりしたイメージと、タイタニックのドーンというでっかい巨大船ですからね。あのイメージですよ。大海原をこう、やっぱりこれですね、これ。これをイメージしながらやっぱり歌、歌詞の内容も読み解いてください。やっていきましょう。セリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On。ガズレレルかっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。トゥルル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 ルFor a close
the distance and spaces between us. You've come to share. Go on. Near, far, well, wherever you are, I believe that the heart has gone. セリーヌ・ディオの My Heart Will Go On、 ガゼレ流かっこいいバージョンやってみました。スケールでっかくこう情熱たっぷりに歌うラブバラードどっしりした、これはですねちょっと時間かかりますけどやっぱ歌ですね、じっくり取り組んでいきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、
まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のこと分かると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。